それで前回給料1週間分すられたの覚えてるか。おい、今回は違うって。俺が 100% 保証してやるよ。間違いねえだろうな。わかった、乗るよ。よし、来た。なあ、後悔させねえって。ったく何なんだ、人の言うこと聞きやしねえ。金魚の糞みてえに檻についてくんな。この時間を使って変異体の情報を整理しませんか。いや、今は整理する気になんかなれないね。今は昼休みなんだよ。ほら、スタンバイモードにして俺のことはほっといてくれ。お待ちど。まあ、ありがとよ、腹ペコだ。そいつ置いてくなよ。ああ、心配すんな。俺にべったりなんだ。な、ペドロって男はあなたを違法賭博に誘っていた、そうですか。ああ。かけたんですか。ああ。どうぞごゆっくり。どうも。今朝変異体を追っていた時、なぜ渡るなと言ったんですか。そりゃ死んじまうからだろ。おい、備品破損の報告書を書くのはごめんだからな。私について知りたいことはあるわけ。ああ、いや、ある。なんでお前はそんな間抜けな見た目と声にされたんだ。アンドロイドは人間と共存できるようデザインされています。私の声と容姿は社会に溶け込めるようデザインされているはずです。じゃあ失敗だな。変異体の情報を共有しておきましょう。そりゃ助かるね。どうぞ。彼らは機体のソフトウェアに発現した何らかの変異に誘引され、人間の感情を模倣し始めるんです。分かる言葉で言ってくれ。実際には感情ではありません。非合理的な指示に制圧されたことで予期せぬ行動を引き起こしているんです。感情ってのは厄介なムーザー。俺たちはそう違わないのかもな。個人的なことを聞いてもいいですか。なぜそんなにアンドロイドを嫌うんです。いろいろ訳あるでね。前も変異体の操作を。数ヶ月前、ある変異体が屋上で少女を人質に取ったんです。少女は私が救った。まあどうせお前のことだから俺のこと調べ上げてんだろ。あなたは学校を首席で卒業し、事件で名を挙げデトロイトで最年少の警部補に昇進しました。
ですがあなたはここ数年の間に幾度も懲戒処分を受け、バーに入り浸るようになった。だから何だってんだ。あなたはベテランの刑事ですし、信用を得たいと思っています。協力し合えば必ず事件を解決できるはずです。今新しい事件の報告が入りました。このすぐ先です。見に行きませんか。それではごゆっくり。私は車で待っています。バッテリーでも切れたか。すみません、サイバーライフに報告していました。お前ずっとエレベーターにいるつもりか。いえ、行きます。で、男の情報は。あまり。近所の住人から妙な物音が部屋から聞こえていたと報告が。空き家のはずなんですが、ただ LED を帽子で隠した男の目撃情報があります。まったく人手が足りないってのに一物音がしたってだけで捜査してられるか。お前本当にエレベーターで報告を送ってたのか。目を閉じるだけで。そうです。へえ、便利なもんだな。すみません、開けろ。デトロイト死刑だ。下がってろ。はい。何なんだこりゃ。ああ、たくひでえ匂いだ、畜生。とんだ無駄足みたいだな、もぬけの殻だ。イニシャルでしょう。ジャケットに自分のイニシャル。幼稚園児じゃあるまいし、そんなことするか。偽造の運転免許ですね。そうか、収穫はあったな。
シンクに LED が。やっぱりな、そりゃそうだろう。鳩と暮らせるなんて人間じゃない。これはどういう意味だ。 RA9 2471箇所も壁に書かれています。オーディスのアンドロイドが浴室に書いたものと同じだ。なぜこんなに取り憑かれたように。これはまるで迷路みたいだな。いたとはな。電子書籍ってやつは紙の匂いも嗅げねえ。それにページも色褪せないだろ。お前には理解できないんだろうな。あったか。ええ、多分ノートのようですが、ただ判読できない。
貴様、もう少しで。貴様、私のせいです。もっと急いでいれば。俺が足引っ張ったんだよ。まあいい、顔は分かった、見つかるさ。おい、こら。なんでもない。Thank you.